皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今回はですね、スキーヤーなんですけれど車屋さんにやってきておりまして、なんとエムズスキーサロンでたびたびですね、エムズスキーサロン号ということで、車用車、YouTube チャンネルでも何度か上がったことがあると思うんですが、この度ですね、エムズスキーサロン号が、新しくなるということで、工藤さんと一緒にですね、納車式にやってまいりました。日頃からですね、車用車の関係でお世話になっている株式会社イコールさんですね、僕がプライベートで乗ってる車もなんかこう調子が悪かったりした時に簡単にこう相談させていただいてる非常にこう親切丁寧な車屋さんですので、ぜひですね、北海道にお住まいの方は、覚えておいていただけるといいなと思うんですが、早速車用車をですね、僕も完成形実は見てないんですよ。で、工藤さんは何を買ったかすらも知らないということで、そんな中やってきたわけなんですが、どうですかね、エムズスキーサロン号。あれ結構乗ったんですよ。3年ぐらい乗ったのかな、2年、2シーズンかな乗ったかなというところで、かなり、僕が使ってるゴールドウィンだったりフィッシャーだったりっていうステッカー貼ってたりね、ちょっとこう派手な感じで、チューニングを前回はしてたんですが、今回はどのような形になってるかということで、この納車式をエムズスキーサロンの視聴者の皆様と一緒にですね、迎えたいなということで、早速中に入っていきたいと思います。それでは行ってきます。じゃあ行きたいと思います。さあ見てください、ででん、もう絶対これですよっていう。どうですか、新しいエムズスキーサロン号。かっこいいっすね。かっこいいっすね。もうまた僕がお世話になってるゴールドウィンフィッシャーも大好きなメーカーなんですけど、しっかりアピールしていただいてということで、はい、前回はですね、セレナという車種で、バン型だったんですけれど、今回はジープの SUV ですね。で、上に、ルーフも積んでいただいてるので、スキーなんかはここに乗せながら、中のこう許容量を増やしているというところですね。こんにちは。こんにちは。いつも大変お世話になっております、株式会社イコールの佐々木さんでございます。佐々木です。ちょっと先ほどオープニングで、はい、イコールさんもご紹介させていただきましたので、ぜひ車検とか、お気軽にご相談いただければと思いますので、お任せください。はい、この顔を覚えておいてください。佐々木さん、今回の見どころありますか。見どころですか。はい、見どころっていうよりも、扱いやすさですね。あ、なるほど、はい、昔からあるジープの形状のままでの扱いやすさ、これの上のクラスにアンリミテッドってクラスもあるんですけども、それとは別にちょっとコンパクトなクラスなんですけども、十分使い勝手の良い車種になっております。かっこいいですね。いい感じです。はい、今回黒なんでね、結構締まってますよね。そうですね、かっこいいじゃないですか。はい、で今回のエムズスキーサロン号でも使用させていただいてるんですが、ノキアンタイヤですね、今注目の、結構スキー場とかでもかなり、ね、盛り上がってるんですけど、はい、ノキアンタイヤの特徴ってありますか。まずですね、北海道の土地柄に非常に似ている環境で作ってるんで、はいはい、めちゃめちゃ効きます。なるほど、はい、一番ですね、それはね。そうですね、はい、またサマータイヤの方もすごいエコに配慮したタイヤなので、燃費もいいですし、減りづらいですし、運動性能もいいです。なるほど、ノキアンタイヤ、ぜひ皆さんおすすめなので、チェックしていただければと思いますし、あとは上に積んでるのもスーリーですね。実はこれ僕、ビジネスキャリーバッグ、ああ、いってらっしゃるんですか。もう、はい、スーリー使ってまして、はい、ちょっと親近感があるんですけれど、スーリー乗ってるだけで結構なんか高級感というかね、少しこうラグジュアリー感出るんで、マイナス40度でも開閉が可能なタイプのキットバッグになってますので、はい、楽しみ。これもね、ちょっと今はまだ夏なので、なかなか YouTube で流しにくいかもしれないんですけど、冬場もね、使い勝手レビューしていければと思います。かっこいいですね。じゃあ早速車出したいと思います。
これ乗ってこの冬も走り回りたいと思います。皆さん、あのぜひお見かけの際はお気軽にお声かけいただければと思います。じゃあ行きます。皆さんこんにちは、吉田正弘です。1月のエムズスキーサロンネクストのテーマはいよいよ本格的な動きを一つ一つ確認していきましょうというところで展開させていただいております。今日はエムズスキーサロンネクストのメンバーの皆さんと野沢温泉スキー場でご一緒させていただいております。すごいねじゃあよろしくお願いします。今回もですねレッスン動画を送っていただいて本当にありがとうございます。ちょっとですね理論的なお話をしているようなスタジオで撮ったりとか